はようございます、こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、図解でわかる引き寄せを獲得して幸せになる3つのことっていうようなね、そんなね話をしようかなと思って、今ね、タイトルね全然考えてなくてね、何にしようかななんて考えながらもうねスタートしてしまったんで、ちょっとね、まあタイトル全然ね変わるかもしれないんですが、まあ3つのことをねするだけで、まあ幸せがね、どん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 加速する、幸せをどん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 引き寄せるっていうようなね、そんな話をしようかなと思います。はい、そのこのねチャンネルではね、自分がねインターネットビジネスをね始めてからどん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 ね幸せになっていた、まあインターネットビジネスって、ね、ただお金を稼ぐだけではなくてね、いろんなことをね学ぶ、まあインターネットビジネス成功するためにはっていうことでね、まあ結構ねマインド的なことだったり考え方、まあ幸せになる考え方、それがねどん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 ね、まあまたね、豊かさにねつながっていくっていうようなね、そんなことをね、たくさんのことを学んできましたので、そのね学んだことをね皆さんにねこうメッセージとしてね伝えている、そんなねまあチャンネルになっております。まあ、毎朝ね6時にね、まあ、セットして、それで配信になるようにね毎日毎日やってますので、ぜひねチャンネル登録まだの方はチャンネル登録の方お願いします。はい、それでね、そのね自分がねを変えてくれたインターネットビジネス、そのね今インターネットビジネス講座っていうものをねやっておりましてね、これねゼロから始めるインターネットビジネス講座、これからねインターネットビジネス始めたいななんて考えてる人、ちょっとね経済的にね苦しいなって人はね、このね何をしようかって言ってる時に、このインターネットビジネス、自分がね本当にね救われたインターネットビジネスなので、それをねまあゼロからね始めても分かりやすいように皆さんにね説明しているような、そんなね講座になっております。そしてねまたね、まあ過去のね自分やり始めたばかり時、本当に自分もうまくいかなかった、本当にね騙されてばかりいるようなね、そんな状態からね、まあ今こうやってね皆さんにね伝えられるようになった、そんなねことで、まあ皆さんもねうまくいかない時に、まあどうすればいいかっていうような、そんなこともね自分の経験、まあ、成功した体験やね失敗した体験、そんなね経験をね皆さんにねメッセージとして伝えるようなね、そんな講座になっておりますので、ぜひね登録まだの方はねこの動画の概要欄からね登録できますので、ぜひね登録して、まあ公式 LINE からね、まあ、案内をね受け取って参加をねお願いしたいと思います。それでね、まあこのね本当にね豪華プレゼントもね、まあ、準備しておりまして、まあ本当にねやれば10万円ぐらいねサクッとね稼げるようなね、そんなねプレゼントもね用意しておりますので、ぜひね公式 LINE の方、まあ、概要欄の公式 LINE の方からねメッセージをね受け取ってください。はい、それで、ね、今日ね、まあ、図解っていうことでね図でね、ちょっとね、説明していこうかな、なんて思うんですけど、3つのね、ことをね、これをね、まあ、意識していただきたいっていうことなんですが、そのね、3つがね、このね、ちょっと光っちゃってますかね、まずね、1つ目、言葉、それで2つ目がね、体、それで3つ目がね、意識。これがね、まあ、本当にバランスよく一致すると、まあ、こうやってね、この部分、これがね本当のね幸せの真髄みたいな、そんなね感じに、ね、なるんですが、これねまあ幸せじゃなくてもね、なんかね成功したいとか目標とか、そんなものがね、これが3つ一致したことによって、まあそれにねどん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 、まあ、幸せとかそんなものに近づいてくる、まさにね自分がねこの3つっていうようなね、そんなことをね本当にねこう一致した時に本当にうまくいき始めた。自分はね何を言われてもこう言葉、これをね一番最初にね始めました。まあインターネットビジネスをね始めた時に、まああるねネットビジネス関係の大御所のね方のね、まあコミュニティにね入った時に、まあ斉藤ひとりさんのついてるっていう言葉を知って、そのついてるっていう言葉をね言っていると、本当にねどんどんついてることが起きるよっていうね、自分まずね言葉を変えてみました。本当にねそれまではね、自分はダメだ、どうせ無理だみたいなね、でもだってどうせみたいなね悪い、そんなね言葉を使ってたんですけど、それをねなくして、それでねついてるとか、天も言葉し愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、その辺をねどん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 ね、あ、それ最後許しますか、許します、
それをねどん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 ね、まあ、積極的に使うようにした。もうあのついてるって言葉はねもう3ヶ月ぐらいずっとねもう寝る時以外はずっと頭の中でね言って、誰もいない時はこれに出してみたいな、そんなことを言葉を変えてきました。それでね言葉を変えるだけでもいつもね自分下向いてね背中猫背でね背中を丸めていた。それじゃあねいくらね言葉あのこんなね下向きながらついてるついてるついてるなんて言ってなくて、やっぱり胸張ってね、まあこれ言葉とねあの体って本当にねあの連動していて、やっぱりねこう自分はねあの鬱だーなんて言ってねこんな風でガッツポーズしながらね自分はダメなんだみたいな、そんなようなねことってなかなか言えないですね。やっぱりねあの自分がダメだ鬱だみたいな時ってねどうしても下向いてしまう。だけど胸張ってね自分は不幸だみたいな方ってほとんどいないと思いますね。やっぱ体と言葉って連動していて、結局ねなんかねこう言葉を変えたことによって体もねどん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 ねこう前向きっていうかねこうなんかねこうはつらつとっていうかね、まあそんなようなね感じだって、体もねこうフィジカルっていうんですかね変わっていった。それで最後ねこれ意識、まああのマザーテレサさんはねあのなんだっけあの思考に気をつけなさい、思考に気をつけなさい、まあ、思考ですよね、思考に気をつけなさい、そうすると言葉が変わるからってね言ったんですけど、僕はね言葉をね変えたらこのね考え方意識、まあ、思考これもね変わってきました。これねやっぱりね常にねどうせ自分は無理だなっていうとね、まあ、消極的になりねどん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 ねこう自分はダメなんだ自分はダメなんだどうせやっても無理だみたいなことなんですけど、言葉を変えてついてるついてるついてるとかね感謝しますとかで、ね、できるできるできる自分ってすごいんだみたいな、そんなことをねずっとね言っているとやっぱり意識もね自信どん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 自信がね出てきて、あ自分もね絶対できるぞみたいなね、そんなようなねもう無意識的にねできるんだって言って、それでどん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 ね行動できるようになった。やっぱりこの3つがねこう一致した時もう本当にねここのね幸せっていうかね成功とかねそんなものがねどん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 舞い込んできたっていうようなね、そんなことやっぱりね一つでもねこうちっちゃいまあ全然ねできていないってなるとね、やっぱりここがね一致しないとねどうしてもねそこにね引っ張られてどん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 ね丸がちっちゃくなってきて一致することもねなくなって、逆にねネガティブなものがね一致して何でもうまくいかなくなってしまうみたいな、そんなねことにね なりかねないので、やっぱりねまずはね自分はねもうおすすめ言葉を変える、そうするとねまあこうね胸張って生きられるようになるっていうかね、なんかねこうそのね言葉ワクワクみたいな、そんなものがねやっぱりね体調とかそんなのにも現れたりします。それでねあまあ昨日前回の動画でねちょっと体調崩したね話してしまったんですけど、でもねやっぱりそういう時もね、まあ前向きにね、考える。まあ病院行ってね、ちゃんと検査すれば大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、みたいな、そんな感じ。それでね、まあ意識がね、どん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 変わっていったっていうようなね、そんなことです。このね、3つ。これをね、こう、一致されるっていうことがね、すごくね、まあ引き寄せをね、加速するため、幸せをね、加速するためにはね、すごくね、大事だなぁなんて、そんな風にね、思ったのでね、ちょっとね、記憶、まずかいっていうことで、まずって言ってもね、大したあれじゃないかもしれないですけど、まあこれね、こんなね感じになります。それでねちょっとねこれにね補足して、まあこれねまあ最近まあこうコンサルタントの方とかね、そんな方まあの超ね大物ねアンソニー・ロビンさんもねこの3つのことをね一致させることがね大事って言ってたんですけど、日本ではねなんとねまあ何千年前、1200年前でしょうかね、高野山にねいる、まあ、弘法大師空海さん、空海さんがね、まあ、全ての人が幸せになるためにはねこれだっていうね、もう本当にね幸せの真髄みたいなね言葉を残していて、それがこれ心杭一致っていう言葉なんですけど、なんか弘法大師行くと空海さんねこの言葉がね額に入って飾ってある、ちょっと自分ね実際のもの写真でもねちょっと見れなかったんですけど、まあ真空一致ってねこれまさにそうですね、1200年前とかそのくらいにねもう体と言葉とまあ思想まあ考え方それがね一致するとまあ本当にね幸せ、まあ、全ての人が幸せになれるっていう、そんなね言葉を残しているくらい、まあ、体、まあとね、まあ、言葉
と、まあ、考え方、それがね、もう一致させないといけないっていうようなね、そんなね、言葉をね、残している、まあ、本当にね、この3つがね、重なった時、それがね、こうバランスよくね、まあ、バランス取れた時、本当に幸せっていうものがね、どん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 ね、舞い込んできて、来たななんて自分もね本当に言葉を変えて、そしたらね行動が変わる、それでねまあちょっと自信を持てるようになって、それでねまあ考え方意識もねどんどんと変わってきたっていうようなね、そんなことですので、皆さんもねちょっとねまずは本当にねまあ第一ステップとしてはね、言葉、普段使っている言葉をね、いい言葉にね、まあネガティブな言葉をね言わないっていうことがね一番大事じゃないかななんて、そんな風に思います。まあマザーテレサさんはね、思考に気をつけなさい、まあそうするとね言葉が変わるから、言葉ね気をつけなさい、そうするとね行動が変わるからってね、まあそういう順番ですけど、僕はね言葉を変えたら考え方もね、行動もね変わったっていうようなね、そんなねことですので、まあ皆さんもね、まあどこをねこう意識するのかっていうのはねすごくね大事だと思いますけど、ちょっとねこの3つのどれかをね本当にね意識して、それでね幸せをねどん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 引き寄せてもらいたいなーなんて、そんな風にね思います。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。ただいまゼロから始めるネットビジネス講座開催中です。スキルゼロ、経験ゼロから始めたネットビジネスで脱サラまで考えられるようになった、そんな自分の奇跡を公開中です。今なら超豪華プレゼント、すぐにでも稼げる、そんな手法などもプレゼントしております。ぜひ概要欄の方から公式 LINE を登録し、ゼロから始めるネットビジネス講座の参加をお待ちしております。